イズグローリー対抗戦、原口健人 VS エイブラハム・ビダレス。Introducing first, fighting out of the blue corner, Abraham Vidales! Glory champion に最も近い男、Abraham Vidales. And his opponent, fighting out of the red corner, Kento Haraguchi!こちら日本の原口健人。レフェリー大沢。なおこの試合はスーパーライト級3分3ラウンド。さてライズとグローリーの対抗戦、ここまで5対1で日本が勝ち越しすでに決定しております。ライズ側が勝ち越しを決めておりますが、やはり最後原口が勝って締められるか、ここが非常に大事になってきます。相手はグローリーのランキング1位です。さて放送席、ここから解説は宮城大輝さん、そして真所仁選手、門口圭介選手、さらにはゲストには大原優乃さんをお迎えしてお届けしてまいります。皆様改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ宮城さん、はい、何といっても原口が勝つかどうか、ここが大事ですよね。いや大事ですけど面白いですね、ライズ VS グローリ ー, しかもノックアウト決着が続いています。いや続いてますね。いやこれで1位に勝ったらペッチにリベンジできますからね。はい、もう確約はしてないと思いますけど、まあ濃厚と言っていいでしょう。はい、さあ試合開始です。ライズとグローリーの対抗戦、日本の総大将、ライズの総大将はこの原口健人です。サウスポーに構えます。原口健人、ゴールドのトランクス、ローキック、相手はエイブラハム・ビダレス。まあ、門口さん、はい、このビダレスがどれほどの選手かちょっとまだね、分からない部分がありますからね。本人も言ってたんですけど、まだちょっと強さがどれぐらいか分からないということで、はい、まあ、得意な攻撃とかは分かってると思うんで、そこをどう対処していくかですね。門口さんは練習を一緒にされてるわけですけども、そして三日月、門口さん上下打ち分けます。原口全部当たってますね。いや、あのパンチ全部当たってましたね。そして本木さん、キックも非常にいいですよね。そうですね、まあ、一緒に練習してても、もう手足何本あるんだっていうぐらいの攻撃出してくるんで。なるほど、天然のアシュラマンですね。もう三日月入りそうですね。先ほどの一発、三日月ハイキック、蹴りとパンチ混ぜてきます。原口です。マンドクロさん、非常にこのパンチとですね、はい、蹴りのこの混ぜ具合いいんじゃないですか。パンチ打つみたいな感じで蹴りも出てるんで、はい、相手からしたら分かんないですよね、何来るか。ちょっと読めないですよね。はい、かなりこの辺り、宮城さん、はい、試合のこの序盤ですね、いいペース原口握ってますかね。握ってますね。ちょっと見た目体格の差あるかなと一瞬思ったんですけど、はい、スピードで圧倒してますね、原口選手が。さあ三日月、いやー、もみさん、いかがです、はい、この三日月蹴り。いやー、もうあれも練習で何回も僕も食らってるんですけど、はい、結構えぐいですからね、威力は。いやー、ちょっと食らった感触を教えてください。いや本当にでも練習ではギリギリで止めてくれてるんで、威力的には、はい、こんなに強く蹴ってるのは久々に見ましたね。そうですか。うん、うわーい、右ストレートがしてきます、ビダレスです。まあ、宮城さん、ここまでいいペースで進んでますけども、原口が気をつけるべき点は何でしょうか。まあそうですね、まあ、打ち終わりとかじゃないですけど、やっぱりこう外国人選手ってすごくパンチだったり結構伸びてくるんで、はい、そこが今下がり気味になっちゃったんで、そこを回ったりとかした方がいいのかなって思った部分は、まあ、これでもいいと思います。はいはい、相手の横に顔を置くっていうのは一個大事だと思います。なるほど、遠い距離からのパンチが飛んでくる可能性があります。そのあたりは要注意。残り30秒切っている第1ラウンド、原口が少しずつプレッシャーをかけてくる。コーナーに詰める。おお、左フック危ない。おお、近くない。危ない。至近距離のパンチ、こういう時ちょっと怖いですね。はい、かなり前。おお、ちょっと来た、ちょっと来た、危ない危ない、危ない、右もらってしまった。原口危ない、これはカウントを取られた。宮城さん、今の右フックですか。いやそうですかね、ストレート気味に決めましたけど、はい、近い距離でパンチをもらってしまった。ここでゴング、第1ラウンドが終了。大丈夫よ、
いやー、門口さん、はい、第一ラウンド振り返っていかがですか。やっぱり多分ね、回もっと下のランクの選手なら多分最初のケントの攻撃でもう終わってるかなっていうのを何発もあったんですけど、はい、やっぱり1位なんでそこしっかり耐えて耐えて、で近い距離しっかり、多分ちょっとフィジカル差があるのか、最後ちょっともらっちゃいました。このショートの右です。もう一度見ましょう、はい、聞いてますね、はい、ここでもう一発聞いてましたね、このノーモーション、はい、スイッチストレート、はい、いやラウンド終了間際で一発右をもらってしまった原口、はい、ダウンを取られました。こうやってまっすぐ下がっちゃうとちょっと怖いですよね、やっぱ伸びてくるんで、はい、まあ、ですからこれポイントで10対8がつくということになりますね。10対8でビダレスがおそらくこれは取っているかと思われます。さあそして第2ラウンドです。まあ、原口選手いつもより回転上がってたんで、はい、まあ、ここ取りいくと思いますよ、うん、このラウンド、この第2ラウンドが非常に大事になってきます。立ち上がりまずローから入ってきた原口、そして前蹴り、反対にビダレスの、おお、いや、鮮やかな回転蹴りを見せます。原口選手の回転数の速い攻撃の中でパンチ返せるのはだいぶ相当気持ち強いというか、ビダレスですね、はい、これがやはりグローリーのランキング1位です。いいパンチ当たってるんですけどね、ボディ前タフですね。この辺がやっぱり真所さん、こうフィジカルの強さっていうところありますかね、はい、そうですね、フィジカルもそうですけど打たれ強いですね。チャンピオンに、グローリーのチャンピオンに最も近いのがこのビダレスという男です。フィジカルが強いですね、やっぱり強いですね。やっぱり宮城さん、間近で見ると体大きいですもんね、はい、大きいですね、はい、やっぱ一回りちょっと違いますよね、見た目は、はい、うん、ケント減量ないんで、はい、今回は 65kg の契約で行われています。バックゴロゴロ変則的な動きを見せます原口、左ミドル、後ろ回し蹴りを見せます。原口のバックスピン、原口選手倒していかないでポイント取りいってもいい気がしますけどね。なるほど、まだ2ラウンドあるんで、はい、ちょうど今2ラウンド半分が経過いたしました。おー、逃げた、どうだ、スローリーのランキング1位ビダレスが、ビダレスは立ち上がってきた、いた、がいた、がいた、これで選手の持つベルトに近づいたか、面白い、いやマジよ、逆転したわ、今逆に原口選手が効かされたなって思ったんですよ、はい、そうそうす、今カウンターですよね、はい、カウンター右ですかね、なんかさっきの同じ感じでもらって、ね、はい、なんかやばいなと思ったんですけど、いつの間にか相手倒れてました、相打ちな感じでしたよね、神がかっていました。もう一度見ましょう。おお、相打ちですね。いやもうここで体硬直してるんで、ここで止めてもよかったですね。相打ちですね。すごい。1ラウンド目からこれ何回かありましたもんね。この右の相打ちが、はい、わずかに原口が先に当たった。いやもう0コンマ1秒先に当てた原口です。面白い。先に当たってるんですけど、なんか先に当てられてる気がしますけど、ね、いや大原優乃さんに聞きましょう、はい、非常にハラハラする展開でしたね。いや本当にたくさんの方が期待してた試合だったと思うんですけど、はい、すごい価値を見せてもらったなと思います。見事な逆転勝利でありました。ライズとグローリーの対抗戦も見事最後この原口が勝つことによって日本の勝ち越しも決定、さらに何かこうライズの勝利を決定づけた、そんな印象があります。相手は何といってもグローリーのランキング1位です。ランキング1位のビダレスを倒した、これはつまりベッチの持つフェザー級王座に挑戦が濃厚と見ていいでしょう。おっす、原口健太です。まずはヒヤヒヤさせてすいませんでした。さすがグローリー1位でした。強かったです。ビダレス選手、わざわざメキシコラから来ていただいて本当に感謝します。ありがとうございました。そうですね、まあ、僕は
今からやるペット選手に2回敗北してます。まあその時に結構原口は一生無理とか3回目はもういらんとか、まあペットの無駄遣いとかいろんな声がありました。まあだからこそ、まあ諦めずに誰もがこう納得するような形で、まあグローリーの最強選手たちを自分の拳で倒してたどり着くと決めてました。ようやくまたたどり着きました。皆さん応援ありがとうございます。ほんまにこう外国人選手ってわざわざ日本から来るのもほんまに大変やと思います。当たり前のように試合ができていると思ってるんですけど、やっぱり海外からのこう選手がいてくれるから僕たち対抗戦もできるし、なので、まあ、僕がライズを代表して外国人選手にお礼を言います。いつも来てくれて感謝しています。ありがとうございます。この次にペッチとチャロ選手が世界最強決定戦やるんで、そしてタマルトク選手が世界王者をかけた戦いがあるんで、皆さんまだまだ楽しんで帰ってください。僕はグローリーのチャンピオンになります。皆さん応援お願いします。ありがとうございました。今一度盛大な拍手をお願いします。力強い言葉が聞けました。原口健人です。いやしかし、あこちらはペットパノムルンです。今バックステージの様子です。これ入場ゲートの裏ですが、原口の勝利を当然これは知っているわけですけども、どう思っているのか。おそらくこれはタイトルマッチが濃厚になってきたんではないでしょうか。いや宮城さん、相手はなんといってもグローリーのランキング1位ですからね、はい、いやここはこの戦い見せ方はうまかったですね。強かったです。いやこの強い相手を下したということはもうタイトル挑戦というのはかなり可能性が高くなったと見ていいんではないでしょうか。原口健人見事勝利。さあそしてこの後はセミファイナル、極上のスーパーファイト、そしてタイトルマッチをご覧ください。